どうもしゅんです。こんにちは。岡崎美久です。宮本ゆきのです。エールカフェの松橋です。ビデオマッチングの三井と申します。最近いろんな企業さんで就活生側が自己 PR で動画を使って自己 PR をするっていう成功が徐々に増えてきてるんですけども、今回の動画は僕たち3人で30秒の自己 PR 動画をそれぞれ作って就活のプロのお二人にフィードバックをいただくという、動画になっております。でちなみにですね、僕らの中で一番なんていうんですかね、自己 PR が上手かった人には豪華賞品があるらしいです。私からはエールカフェ1階にありますロンロンのご招待券を差し上げます。ロンロンっていうのここの下にあるんですけども、すごいおしゃれな、僕がもう来るときびっくりしましたね。入れない雰囲気のすごくおしゃれなスイーツのお店があるので、そこの招待券をいただけるということで、僕からはですね、僕と焼肉に行ける券を差し上げたいと思います。どうですか？嬉しいですね。嬉しいですね。ということですね。では今から僕らの方で30秒の自己 PR 動画を撮らせていただこうと思います。よし、行こう。私はこれまでに YouTube チャンネルや YouTube タン僕言っていいで、その中でもう一回言っていい水飲ます。あ、大丈夫。これできるかな俺。色になりました。ちょうどすごい、社会を変革していきたいと考えています。おお、28秒。今からフィードバックしてもらおうと思います。私の強みは一つのことをとことん追求することができるところです。私は現在ラジオ局の MC として活動しているのですが、プロデューサーの方に話すことが好きということを追求したくて自ら直談判したことがきっかけでした。最初は学生アルバイトとしての採用だったんですけれども、今では自分からコーナーを提案したり取材先に出向いていくことが認められたのか、今では話すことでお金をもらって正式な MC として認められるようになりました。岡崎さんのフィードバックをお願いします。はい、お願いします。せーの、はい。おお、初めて丸もらったかもしれない、ね、就活系の動画でね。悔しい。ラジオの MC やられているということで、内容をこうまとめて時間内に話すというところはお上手だったかなと思うんですけれども、ただとことん追求する力っていうところの後のエピソードが一体何を聞かせたいのかというところが少し分かりづらかったかなと思いますので、最終的にストーリーの趣旨、何を追求したのかというところはもう少し分かりやすくしていただくとより良くなるかなと思います。アドバイスとしては、どんなストーリーを最終的に伝えたいのかということは明らかにするといいかなと思います。皆さんよくこう一言にまとめようとしがちなんですけど、 そうですよね、そんなにまとめようとしなくてももう少し具体的なワンセンテンスぐらいでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。最初から結構完璧を目指しすぎてないかなという気はしました。やっぱりもちろんラジオでね、仕事もされてるんで、まあ、話も上手だし、ね、カメラ目線だし、まあ、いいんですけど、ちょっとこうやっぱりすごくこう作られたような感じが動画を見て思った。やっぱりすごくこう動画作業で重要なのは、その動画っていうものを通してその子のまあリアルだったりいろんな側面を見たりっていうのがあるので、様子も完璧だし、ただ何かこうそこにこう親近感を感じられるのが完璧です。いいね、完璧。私が大学時代に挑戦したことは学生向けキャリアイベントの立ち上げです。自身の経験から感じた選択肢を知る機会の少なさという問題に立ち向かうべくイベントを運営し、1年で200人以上の学生にお越しいただきました。これからはその経験から得られた2つの強み、求める世界に向かって、突き進む力とそれを実現する調整力を生かして社会を変革していきたいと考えています。こちらをお願いします。はい、せーの。おー、すごい綺麗にまとまったのに、ちょっと
けどね。いや気にしなくていいこれからだからね。いやこれからだから、これからだから、いや本当本当これからだから大丈夫だよ。内容はとても綺麗にまとまってはいたんですが、面接官の立場からするとイベントの内容ばかりの説明があって、宮本さんがどういう方なのかっていうところの内容なかったがゆえに判断しづらいかなというふうに思いました。なのでせっかく月内先生の力だったり調整力っていうことをおっしゃってくださってるので、これを具体的にどういう行動を取ったのかに時間を割いて伝えていただくのがいいかなと思います。ありがとうございます。アドバイスとしては概念だったり事象の説明っていう割合ではなく、ご自身の本当に具体的にどうアピールするかっていうところをしっかりお伝えできるようになるといいかなと思います、うんうん、どうせよかったんだろうね。多分そのイベントっていうその私自身の経験の中で私らしいエピソードみたいなものがあればよかったって感じですかね。そうです、うん、情報量がすごくいろんな情報が動画見て入ってきたなっていうのがあるので、やっぱりもうちょっとこう相手に、私はまあ、ちょっとさっきの、ね、松橋さんに通ずるかもしれないんですけど、あの私はこういう人間ですということをもうちょっとネットに置きながらお話をした方がいいかな。あとちょっと若干こう手の動きだったりとか、あの動きが少し表現として足りてないかなっていう気はしてて、ちょっとこの辺でこう膝の上ぐらいで少し手が動いてる感じがあるんですけど、やっぱりこうなんか少しこうもうちょっとエモさというか感情みたいなところを出すと、うん、ナチュラルではあったんですけど、もう少しこうなんかこう、感情的な側面を、人となりみたいなところを出していった方がいいかな、うん、はい、確かに動画だとこういう手の動きとかがこう、うん、例えば ES で書くとかよりは伝わりやすいので、そこは利用した方がいいっていう感じです。ですね。私の強みは継続力です。私は今まで YouTube 活動をしてきました。YouTube 活動をする中で多くの、ジャンルの動画を上げて方向転換をたくさんしてきました。その中でここ半年は就活という分野に絞って、YouTube チャンネルを運営したところ、登録者数が半年で8000人から2万5000人になりました。その中で感じたことは、自分が正しいと思う仮説を検証し続ける姿勢 と、継続力の重要性です。じゃあせーので札を上げていただいてもよろしいでしょうか。はい。全体として、僕の30秒の自己 PR 動画は良かったか悪かったか、札をお願いします。良くなかった。しゅんさんの動画についてなんですけど、はい、まずはじめに私の強みはこれですっていう風に継続力って出してくださったところはすごく良かったと思うんですが、最終的にまとめとして仮説検証と継続力っていう話がこうもやっとしてしまった部分が罰かなと思います。で、話の内容としてはいろいろな方向転換をしながら結果を出したっていうことなのであれば、私の強みは仮説検証をしながらこういう結果を残すことですっていうふうにしてしまっても良いのかなというふうに思いました。で、いや本当そうですね。その自己 PR の30秒の中では言うことは一つに絞った方がいいっていうことですかね。はい、はい、確かに。やっぱり動画という観点で言うと、はい、実はちょっとシュン君に期待してたんですが、はい、YouTuber YouTuber なのにっていうこのがっかり感確かにおそらくあのカメラに向かって話をしてるなという気がしました、うん、やっぱりカメラの先に相手がいるっていうことを、もうそのカメラの向こうに人がいるって想定してちゃんと話すっていう、コミュニケーションがこうワンウェイだったなって気がします、うん。あと瞬きが非常に多い。なるほど。で、緊張が伝わってきました。で、緊張が伝わると少しその、なんですか、会話がこう、まあ、弾まなかったりすると思うんですけど、皆さんの時はなんかその緊張をいかに伝えないか、素を出せるかっていうところを意識して喋ると良かったですかね。ということで、最後にですね、お二人から食事券の付与があるんですけども、お二人それぞれが一番いいと思った学生に、
手持ちのお食事券を渡していただけたら嬉しいです。ではお願いします。せーの、はい、おー、やったー、見て見て見て、もらいました、もう招待チケットいただきました、やったー、瞬間も喜んでます、嬉しいです、嬉しいです、やったー、ありがとうございます。じゃ簡単に一言ずつ理由についてお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、岡崎さんの動画はやはり30秒としての出来栄えがすごく完成度が高かったっていうところがありましたので、内容最終的にゴールというかここを追求したっていうところさえあればもっとよりいい動画になると思います。30秒の中に面接官が聞きたい要素っていうのがしっかり入っていたっていうところと、それをすごく分かりやすく伝えてくださっていたっていうところが、3名と比べてより良かったところかな。理由をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、結構迷ったんですが、はい、ポイントは動画ってしゅんくんが今回一番テイク取り直してると思うんですよ、はい、で多分そうやってまず実感をすることだと思うんですよ、ね、難しいっていう、やっぱ難しいんですよ、これ大人だと難しいんですよ、やっぱりこの動画 PR のまず第一歩は難しいだとか、どうやったらうまく伝わるかなって自分で見てみる、見ることだったりとかっていうのがすごく大事なので、この3人の中で、シュンクが一番多分それを今日自分 YouTuber なのに全然ダメだみたいな感じだと思うんですよね、はい、多分そういった意味ではその気づきがやっぱり多かったんじゃないかな、でだから次にも活かせるんじゃないかなっていうところで次に期待したいなっていうところでこの次なるほど、まさにハードレポはなるほど、多分3人の中で一番評価は低いんだけど、はい、なんかその気づきを得たんじゃないかなと思います。なるほど、努力賞、努力賞、ありがとうございます。私一つももらえなかった あげる大丈夫です、実はこのロンロンのご招待券2名1組様で一緒に、いや平和な動画ですということで、今日の動画はここら辺で終わろうと思うんですが、三井さんが運営されているビデオマッチングでは学生と企業が30秒ずつの、自己 PR であったりとか企業紹介の動画が投稿されていて、で実際にマッチしたら人事の方とチャットができるっていう、サービスになってるんですけども、特に地方学生とか僕みたいな地方学生とかにおすすめするサービスなので、よかったらぜひダウンロード無料でできるので、よかったらしてみてください。ちなみにここのエールカフェさんは女子大生なら誰でも使えるカフェになってまして、松橋さんもいつもいらっしゃって就活相談であったりとか、人生相談とか、いろんな相談が受けられるというふうになってるので、気になる方は、ぜひ下の概要欄から場所とか、概要を調べて行ってみてください。このエールカフェさんで9月24日の18時から、女子学生向けキャリアイベントネクストブルームズっていうのを開催することになったので、このエールカフェさんもすごい可愛くてちょっと女子限定になっているので。ああそうなんだ。そうなんですよ。なのでぜひ概要欄に載せていただくので、はい、そちらもチェックしてください。はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。